こんばんは、こんちゃんです。今日はですね、昨日届きました、GoPro の Hero 7、ですね、こちらのいつも使ってる GoPro Hero 5ですね、こちらの方ですね、チェストマウントして GoPro Hero 5の方は、GM のライダー M に、マイクアダプターをつけて、撮って、右のショルダーのと、あ、ショルダーっていうチェストのところにですね、胸のところに、GoPro Hero 7をですね、直撮りをしましてですね、結論から言いますとですね、GoPro Hero 7でもですね、音はかなりクリアに取れます。波形をですね、取りましたので後で見てもらえばいいんですけれども、こちらの方を見る限りですね、ほとんど同じような形で音が取れてました。したがって一番いい撮り方はですね、 GoPro の Hero 7を直付けしてですね、チェストマウントするというのがですね、やる気なし装備に一番いいんじゃないかなというふうには思います。でなおかつやはり 4K60 フレームはですね、とても綺麗でした。波形で見るまではですね、音の問題は間違いなく GoPro Hero 5で、手ブレも、ね、ジンバルで吸収されますし、音の問題もですね、いいのかなと思ったんですけれども、マルチカムでですね、同期したんですけれども、かなり、クリアな音に仕上がってました。こちらの方はですね、後ほど、その詳細をですね、データで見て比べてみてください。それでは、今日は、GoPro Hero 5と、GoPro Hero 7のですね、音の問題、それと、手ブレに対してのですね、チェックというような、動画になります。それではご覧ください。ここの実験動画はジンバルをつけた Hero 5と、全くジンバルをつけてないですね、Hero 7がどのくらいの、性能比があるのかっていうのをですね、確かめてみたいと思います。あと映像だよね、結構暗所に弱いあの GoPro Hero 5がね、どこまで7にこう肉薄できるのか。本当はね、もうちょっと、GoPro の Hero 5の方をねちょっと下に下げないといけないんだけどね、これ以上暗くなるとね、多分その比較ができなくなっちゃうね。手ぶれがねあるのかないのかちょっとわからないんだけど、やはり一日の蝶はあるのかないのか、はたまた GoPro Hero 7がね全部ブラックだね、が勝利を収めるのか、この辺はね検証動画を見てみないとわからないかなと思います。何しろ今日やらなきゃいけないのは GoPro Hero 5のジンバル付きと GoPro Hero 7はどちらが、手ブレに対応しているのかということと、あとは音の問題ですね。音はでもこれやっぱり外部マイクつけてる Hero 5の方がいい気がするんですけどね、どうなんだろう。はい、今日はここで U ターン、明日台風が来るって言うんでね、やっぱりどうしてもね、いい映像は多分撮れない、これはもうどうしようもない話。これはしょうがないね、どこまで行っても。
さあ、それにしても今日はね、大変なことになっちゃったんだけど、どうなんだろう。足が痛いよ。なんだろう。どうなのこれ。まあ、いずれにしても手ブレ補正はね、どういう状況なのかと、あとはその暗所に対してどの程度の解像度があるのかっていうのをちょっと見てみたいなと思います。あと音声ね、マイク付きがいいのかそうじゃないのかっていうところですね。今日は GoPro Hero 7にはあえて外部マイクはつけてませんでした。さて、どういう映像になるか楽しみ楽しみ。これによってね、古いのを買って楽しむ人も一つありかなっていう気がするんですよね。ただそもそも売ってないけどね、自分。それではこんちゃんでした。